他人に自分のことを認めてほしい。また、どう思われてるんだろう。どういうふうに思ってほしいのか。例えば、自分が好きな人だったら、やっぱり好きになってほしい。こっちを向いてほしい。認めてほしいという気持ちが湧いてきますよね。で この気持ちは、ええーまあ、人間である限り、相手しか見えないので、自分のことが自分で見えないので、絶対に相手に愛してほしい、相手に認めてほしいっていう感覚に、まずそういう気持ちで生きるのが普通なんですね。で、ところが、え実は根底にこのことを考えているので、えー、相手に ミロスのね、実践の中で、相手に何が、何を感じますかっていうね、基本のやり方が、やり方というかシステムがありますね。で、これね、相手にどう思われているかっていうことをばかりを考えている状態が根底に誰もがあるんですけども、その場合ですね、相手に何を感じますかって言われても、えー、頭の中にクエスチョンマークが、 い浮かぶと思いますでえ。僕なんかは、えー、相手にどう思われてるかとか、えー、どう思われたか、たい、なんていうのはね、えー、そんなことは思ってないと、えー、思わず、えー、生きてきたぞというふうに、えー、自分の中でね、心の中に抵抗感を持っていたんですけども、これは、えー、目が、えー、人間についていて目の前しか、 見えないという、この仕組み上を、えー、自分のことを自分で認めていくということができないんですね。いや、そんなことない。あの人、すごく自分の自慢話しますよっていうね、認めてるじゃないですかっていうね、方もいらっしゃると思いますけども、まあ、それは、えー、また違う音声で詳しくお話ししますね。でまず今日は、えー、この自分が、まあ 簡単に一番わかりやすく言えば、好きな人ができたとき、えー、その人が自分のことを好きでいてくれるのか、自分のことを愛してくれているのか、他の人を見ていないだろうかとか、そういうふうに、やっぱり気持ちが揺れていきますよね。で、えー、そういうのが、えー、いわゆる、ミロスで言うと、他者ベースというね、えー、ことになります。えー、そうですね。まあ、もう自意識過剰と言ってもいいですし、 まあ要するに自分がどう思われてるか、どう思われたいのかなっていうことしか考えられないっていうことですね。だから、そのことを考えている間は、相手のことを見ていません。ね、見ているのは自分がどう思われるかっていうことを考えているわけですから、相手のことを見ているわけではないですね。だから、相手に何を感じていますかという、基本の システム、ね、実践ができなくなってしまうわけですね。相手に自分の隠したものが映っているんですけども、その隠したものを感じるよりも先に、どう思われてるんだろうって。どう、どう思われてるんだろう嫌われてるのかなって気分を害してしまったんだろうか,とかね。また、もっと好かれたいなっていうね、ふうに思っていると、 そんな余裕、余裕がないですよね。心にそんな余裕がないので、えー、自分の感情がもうわからない。ね、もうどうだろう、愛されてるのかな、どう大丈夫かな、って好かれてるのかなあ、嫌われてしまったかなっていうことばっかり考えてしまうと、もうその人間は一つのことを考えている間は他のことを考えられない機能になってますよね。同時に真逆のことを考えたりとか、 えー、まあ、いつも言う相対ですね。嬉しい時に悲しいって思えたりとかすることは、なかなかできないようになってますので、えー、この同時に二つ以上のことを感じる、わか、えー、見ていくということは、できない機能になってます。なので、えー、自分が、ね、何度も繰り返してますけども、相手にどう思われてるんだろうっていうことを思ってる時、ね、えー、相手の顔色を見ている時ですね、 ねえ、あ、今ってなんか私のことを愛してくれてないのだろうか、あの顔はとかね。えー、そういうことですね。あの、さっきの言葉ちょっと冷たかったけど、もう私のこと好きじゃなくなったんだろうかとか、えー、そういうふうに感じてしまう。でその時に、えー、もうそればっかりになるので、えー、自分のことばっかりになってしまうということですね。なので、 えー、実践が相手に対して何を感じていますかってね、えー、ことがわからなくなっているっていうことですね。で、えー、まあこれね、えー、本当に大事な、あのー、話なので、えー、これはね、何度もぜひ聞いてください。で、えー、何度も何度も聞いて、えー、ルーチにね、もう少しずつでも感じていただいたら、 えー、このミラスのね、実践ができていくようになって、相手に何を感じているというのが、あ、こういうことを相手に感じているんだっていうことが、自分ではっきり分かり出すと、それを受け取ればいいということが、えー、まあね、システム上分かってきますので、ぜひね、えー、何度も何度も聞き直してもらって、自分が他者ベースだったんだなってね、相手の顔色ばっかり無意識に知らないうちに、 ね、その、そのことに囚われてしまってたんだなって。愛されてないのかな愛されてるのかなって、そんなことばっかりを考えていたな、っていうね。え、ことを、はっきりと分かってきたら、え、この他者ベースというのにね、惑わされなくなっていきますので、え、どんどん相手に感じるものが、感じるようになってきます。 まあ何度も言いますけど、ぜひ何度も聞き直してもらって、このことをね、深く深く深く理解していってください。また今日もね、概要欄には、無料のメール講座や、 えー、a c e b o o k ブログなどね、貼り付けてあります。またそこから、えー、生ライブでね、えー、カリキュラムのご案内も、えー、してありますので、ぜひご覧になってください。えー、今日もね、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。